準備が整ったよ、ナジール。そうですか。では、やっちゃってください。チャンスは一度きり。失敗は許されません。分かっているよ。以上、各地の被害をお伝えしました。また、現在猛威を振るっている新型のコンピューターウイルスは、世界中のアミューズメント施設に設置されているガンプラバトルシミュレーターを経由して拡散されている疑いが強いとされています。警視庁サイバー犯罪課は販売元並びに各アミューズメント施設に対してガンプラバトルシミュレーターの稼働を一時停止するよう協力を呼びかけています。そろそろ連絡が来ると思ってたよ。ロボナミの生活を保障することを求めるものである。現在の充電器を改良し安定かつ良質な電力を、もっと高級な AC-DC コンバーターを我らに。また1日2回の充電を3回に増やすことを求める。以上が認められなければこの施設のゲームを全てサービスモードに設定する。やめとくれ、破砕しちまうよ。じっとしてろ、今見てやるから。望月さん、その頭についてる丸型コンデンサ、胸の基板に付け直すべきではないですか。もう一回言ってみろ、こんにゃろ。待たせたな、大丈夫か。私の方は大丈夫。門松、このロボットが。なんだなんだ。うん、基板にコンデンサを。おい、インファ、それは何カップになるんだ。いいか、やり方は前と同じだ。ウイルスの元となるコアがどこかにあるはずだ。それを見つけ出して破壊するんだ。分かった。頭いいほどのあのように。ウイルス許すまし。ウイルスのせいだけなのかな。やれな。
かないでよ。
よし、再起動だ。再起動シーケンス。各デバイスチェック、OK。システムチェック、フェイルド。セーフモードで起動します。エラー検出だと？大丈夫？インフォちゃん、私がわかる？は。は？働けど働けどなお、我が暮らし、楽にならざり。じっとマニピュレーターを見る。どうなってんね？ウイルスは駆除したんだろ？そうか、確かこのウイルスはシミュレーターを経由するって話だったな。ということは目標に対してアクティブに攻撃をしてくるタイプだ。メールを開いたら感染とか、実行ファイル起動で感染みたいなパッシブなタイプじゃない。攻撃元を止められなきゃ永遠とウイルスが侵入し続けるんだ。ねえ、シミュレーターが攻撃されるのになんでインフォちゃんがおかしくなるの？多分この店にある筐体全部とつながってるんだろうなあ、ばあさん。ああ、24時間フルタイムでインカム集計してるよ。なんで24時間？この店夜8時に閉まっちゃうじゃん。ごめんくださいますか？あ、嘘業者です。ご依頼された荷物受け取りに参りました。ん？何のことだい？おう、それです、ガンプラバトルシュミレーター。今巷を騒がせているウイルスをこれ以上拡散させないようにシミュレーターは回収されることになりました。なんだって？そんなことされたら売り上げが減っちまう。待ってくれ、ウイルスはシミュレーターを攻撃してくる。だったらそれを逆手に攻撃の元を特定することが。すでに警察から停止の依頼はあったはずです。なのに稼働を続ける店のソーマッチ、やむなく製造元が回収処置を行うことになったのです。それにウイルスの元を特定、それは警察の仕事じゃないですか？そりゃそうなんだが。じゃあそういうことで。この髪の毛は蓄電してるわけじゃねえんだよ。おい、もうそのぐらいにしとけよ。しかし困ったね、シミュレーターがないことには手も足も出ないわけだし。このままシミュレーターが停止され続けたらガンプラバトルはなくなっちゃうの？おもちゃ屋としてもそれは非常に困るね。プラモの売り上げにも関わる。そうだ、あそこにならあるんじゃないかな。心当たりか？ちょっと前にお台場に行ってね、そこに GGF 博物館っていうのがあるんだ。昔開かれたガンダムグレートフロントっていうイベントの跡地に作られた博物館なんだけど、あそこのシミュレーターは普段稼働してない展示品だから回収されてないんじゃないかな。なるほど、行けるかもしれない。早速問い合わせてみよう。最新バージョンになってるのかな。ステージに移動した。機体はそのままでも大丈夫そうだが、何か違和感とかあるか？ううん、大丈夫。これからどうすればいいの？前にも言ったが、あのウイルスはシミュレーターを攻撃してくる。つまりシミュレーターを動かしていればウイルスが見つけて侵入してくるんだ。それ私たち大丈夫なの？別にシミュレーターの方が突然爆発したりするわけじゃない。ならいいんだけど。ウイルスが攻撃してくるまでしばらく普通にプレイしててね。何か変化があったら声をかける。了解。じゃあお言葉に甘えて遊んでよっか。心得た。一味違うぞ。
敵が来るよ。やっ、やるな。
頼むぞ。頼むっても遊んでるだけだけどね。
侵入経路をこじ開けたんだ。増殖が始まるぞ。コアを破壊してくれ。お疲れさん、朗報だぞ。ウイルスの送信元が特定できた。どこ？近くなの？あ、いや、実際の住所が分かったわけじゃない。ウイルスを送ってるマシンの IP アドレスだ。だが、俺たちのやろうとしてることには実際の住所なんかよりよっぽど役に立つ情報だ。迷惑なウイルスに反撃といこうじゃないか。今から目的のマシンへつながる転送ポートを作る。そこを通って俺たちは相手のマシンにハッキングを仕掛けるんだ。当然反撃もあるだろうが。まとめてやっつける。よし、転送ポートアクティベート。おー、すごい。これは驚いたな。さあ、行ってこい。了解。
いだった。よくやった。戻っ。あれ、勝手にログアウトした？いや、どうやら通信機器が落ちたみたいだ。これはウイルスからのシャットダウンコマンドってことは、世界中で何のために、最後の悪あがきか。大丈夫なの？ああ、重要な施設は自動でリカバリーする仕組みがある。ほぼ一瞬で元通りだ。そうでない場所もエンジニアが監視してるから順番に復旧されていくだろう。なら安心だね。皆さん、またご迷惑をおかけしました。インフォちゃんさ、何かこう普段からストレス溜めてない？さあ、何のことでしょうか。何か間があったよね、今。喋ってないで金使いな。ここはゲームセンターだよ。イラトばあちゃん、あんまりインフォちゃんコキ使わないでよ。コキ使うために買ったんじゃねえかよ。ま、あんまり無理すんじゃないよ。どうだったかね、ナジール。私のウイルスは素晴らしいですね。おかげであれに通じるネットワークルートが分かりましたよ。通信の回復が最も早い場所、すなわちそれが宇宙エレベーターですから、おかげで随分楽に特定できました。満足いただけたなら結構。それでは報酬の方お願いするよ。逃亡生活は何かと物入りだからね。すぐに届きますよ。なな、確保しました。バイラスだな、貴様を逮捕する。くそ、わかったな。よかった、無事届いたみたいですね。さあ、すべての準備ができました。